紫輝くんがスクリーンに現れ、彼の言葉が私の心を打つ。死ぬなよ。それはただの言葉ではなく、ファンとのつながりを感じさせる特別なメッセージだった。配信を見逃してしまった時、私は絶望に打ちひし、がれました。その時、途中から配信を視聴できたのですが、なんとか紫輝くんの姿を見ることができて、心底ほっとしました。紫輝くん、どうか死ぬなよ。この言葉に胸が熱くなりました。 スクリーンが消えてしまってからの部分が見られなくて、それが心残りでしたが、幸いにもポストしてくれたおかげで、最後まで見ることができました。紫輝くんがスクリーンに現れ、彼の言葉が私の心を打つ。死ぬなよう。それはただの言葉ではなく、ファンとのつながりを感じさせる特別なメッセージだった。あの時、あのメッセージがなかったら、と考えると、心が温かくなる。 それはまるで紫輝くんが私たち一人一人に向かって話しかけているかのようだった。通常通りの配信に戻った時、私はホッとしました。今日のトークは少し控えめな感じがしましたが、最後のトロッコのシーンではいつものようにポポポ組で盛り上がりました。その一方で私たちはまだあの言葉から抜け出せません。死ぬなよ、この言葉が刺さりました。彼のメッセージはファンにどんな影響を与えるだろうか。 それは単なる励ましの言葉だけではない。彼の言葉は、ファンの心に深く根付き、彼らの日常生活に大きな影響を与える。何度も引用してしまい申し訳ありませんが、本当にありがとう、紫輝くん。ずっとずっと聞きたかった言葉です。そのあおれ気味の表情から、私たちファンの心情を完全に理解していることが伝わってきます。死ぬなよ、を聞けたことに、幸せを感じます。そして、 外部からのコメントも、私たちの心情を代表しています。死ぬなよ、を聞けたことに感謝の気持ちでいっぱいです。俺たちがナンバー、愛、でした。その一言に、紫輝くんのファンであることを誇りに思います。また、彼のメッセージは、ファン同士の絆を強める助けとなる。SNS 上でその言葉を共有し、会うことで、ファンコミュニティはさらに団結し、支え合う絆を築くことができる。 紫輝くんのメッセージがファンにもたらす影響は計り知れない。彼の言葉は単なるエンターテイメント以上の意味を持ち、私たちの心に深く響く。彼の存在は私たちの日常生活に光をもたらし、希望を与えてくれる。しかし、これはジャニーズのキンプリファンにとって驚きの一言でした。死ぬなよ。誰が想像したでしょうかまさかの言葉に涙が溢れます。そんな紫輝くんの表情から言っていいかな 言っちゃおうかな、という気持ちが伝わってきました。さて、あなたは紫輝くんのメッセージがあなたにどんな影響を与えるだろうか彼の言葉はあなたの心に何をもたらすだろうかそれは、あなた自身が感じることを見つける旅の始まりかもしれない。このように、紫輝くんのメッセージがファンに与える影響は、単なる言葉以上のものです。それは、彼のファンが日常生活の中で勇気を持ち、希望を見いだす手助けとなるのです。 あなたの周りの人々や自分自身に彼のメッセージが与える影響を感じることができるでしょうか